大成城は徳島県三吉市池田町上野にあった日本の城。この地域は阿波国の最西端に位置したため大成と呼ばれていた。別名は池田城。上級3年、上級の乱で功績を挙げた小笠原町清が阿波国守護に任ぜられ、その息子である小笠原長常が守護代として入国した。長常は大成城を築城し、上級の乱で 言葉上皇側についた前守護佐々木氏の本城である茶臼山城を攻め、これを滅ぼした。大西の地は、阿波の西端に位置するが、佐抜伊予、土佐と境を接し、交通の要所であると同時に、四国全体の中央付近に位置する。小笠原氏は将来四国全土の守護になることを見据えて、この地に主張を築いたとする見方もある。南北朝期は、 当初南朝方として戦っていたが、大勢不利となって、細川氏に服した。その後小笠原氏は、三好氏に改正して、かつ水城に移り、大勢城には一族である大西氏が入った。天正十三年、八ス家政が、阿波国の領主となり、阿波九条の一つの市場として整備した。牛大町。 中村重勝が上代として入ったが、1638年一国一条令により、廃城となった。池田町市街地の北側、吉野川に面する約30メートルの高さの上野大地上に位置し、現在の諏訪神社、池田幼稚園、池田小中学校あたりまでの範囲で方形の構造であったと見られている。幼稚園には石垣が残っている。ありがとうございます。